5本坪合計の岡村、大外6号艇の桐生順平。第7レース予選競争、枠乗り3対3の体型スタートしていきました。若干1コース1番スタートは5点だった各コースター、このまま2号艇が攻めていくかどうかというところでしたが、先前の1号艇の中田、